マシコテルヒコ、マシコテルヒコ、マシコテルヒコ、1947年10月8日は、日本の政治家、国民民主党所属の参議院、議員、三期、国民民主党幹事長代行、参議院東日本大震災復興特別委員長、経済産業副大臣、裁判官団大裁判所裁判長、衆議院、議員、三期、福島県議会議員、 一期、参議院経済産業委員長、民進党幹事長、第四代、ユナイテッドパワー株式会社監査役を歴任した。福島県郡山市生まれ、福島県立朝霞高等学校、早稲田大学小学部卒業、早稲田大学在学中は、スキー道公会に所属。大学卒業後、石原勘一郎参議院議員の秘書を経て、 1983年に福島県議会議員に初当選した。1986年、福島県議会議員を任期途中で辞職し、第38回衆議院議員総選挙で旧福島一区定数4から無属で出馬したが、得票数6位で落選。なお、かつて仕えた石原寛一郎の長男である石原健太郎も新自由クラブ公認で出馬し、 7位で落選している。1990年、第39回衆議院議員総選挙に、再び旧福島1区から無所属で出馬し、得票数トップで、初当選した。選挙後、自由民主党に追加公認される。1993年の、第40回衆議院議員総選挙には、自民党公認で、旧福島1区から出馬し、金子徳之助。 根本匠に次ぐ3位で再選。1994年、自民党を離党。元農林水産大臣の加野道彦を当初に担ぎ、新党未来の決闘に参加した後、新新党に合流。1996年の第41回衆議院議員総選挙には、新新党公認で福島2区から出馬したが、自民党の根本匠に敗れ、落選。 その後民主党に入党し、2000年の第42回衆議院議員総選挙には民主党公認で福島2区から出馬するも、再び根本に敗北し落選。2003年の第43回衆議院議員総選挙では根本に3度目の敗北を期したが、重複立候補していた比例東北ブロックで復活し、7年ぶりに国政に復帰した。しかし2005年の 第四十四回衆議院議員総選挙では、福島2区で根本に敗れ、比例復活も叶わず落選した。2007年、民主党所属の佐藤祐平参議院議員が、福島県知事選挙に出馬するため、参議院議員を辞職。佐藤の辞職に伴い実施された、参議院福島県選挙区補欠選挙に、民主党公認、国民新党推薦で出馬し、2年ぶりに国政に、 復帰した。2009年9月、鳩山幸男内閣で、経済産業副大臣に任命され、官内閣まで務める。2010年の第22回参議院議員通常、選挙では、福島県選挙区、定数2でトップ当選し再選されたが、得票数2位で当選した、岩木光秀、自由民主党に2682票差まで、詰め寄られる新象であった。 2011年9月より、参議院東日本大震災復興特別委員長。2012年12月、カエダ万里民主党代表の下で副代表、原発、復興特命担当に起用されるが、2014年4月、原子力協定承認案の参議院本会議における、採決で賛成する民主党の方針に反して、投票を棄権したため、副代表を解任された。 2015年の民主党代表選挙では、長妻明の推薦人に名を連ねるが、長妻は1回目の投票で再開に終わった当選者は、岡田克也。2016年3月27日、民主党と維新の党が合流して結成された民進党に参加した。7月の第24回参議院議員通常、選挙において野党統一候補として、 定数一の福島県選挙区より立候補、現職法務大臣、岩木光秀を下し当選した。2017年11月、民進党幹事長に就任。2018年5月7日、民進党と希望の党が合流して結成された国民民主党に参加し、党幹事長代行に就任した。2014年4月18日の参議院本会議で行われたトルコ。 アラブ首長国連邦への原発輸出を可能にする原子力協定の承認案の採決で賛成する等の方針に反して棄権した。同日、民主党参議院政策審議会長、東日本大震災復興特別委員会理事を解任され、同月22日には、東福代表からも解任された。2014年2月8日、 福島第一原子力発電所事故に伴う除染で発生した廃棄物の最終処分場を安倍晋三首相の地元である山口県に設置するよう求めた中間提言を党執行部に行ったが党内から施設だ等の批判が相次いだため党執行部が中間提言の見直しを決定した公式ホームページに TPP 交渉に断固反対と明記している 選択的夫婦別姓制度に賛成。一人、数との考えを尊重していく。夫婦別姓や同性婚は容認できる。としている。議員仲間と2時間ほど、予知無による予知能力を持つと自称するブラジルの自称予知能力者、ジュセリーノだ、ルースの話を聞いたことを明かす。結果に対して、後付けで予知したようなレトリックを使わないので、 信憑性が高いそうであると紹介し、予知能力の優れた人物に直接話を聞くことは、興味深く、エキサイティングな体験であるとべている。日本禁煙学会が2016年の参院選に、先駆けていった、受動喫煙防止法についての公開アンケートにおいて、レストランやバーを含む、一般市民が出入りする場所について、禁煙とすべきか分煙とすべきかについては、 未回答としているが、受動喫煙防止法制度については、今後前向きに取り組んでまいりますと回答している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。